となりました。そして今週はアラカルトデーということでね、新ステージ目にタームトーンのメンバーの曲を歌わせていただきます。今日も初めて歌わせていただく曲、そして初めて歌わせていただくアーティストの曲がございますね。もうずっと胸がドキドキドキ胸で、はい、ずっとずっとドキ胸が止まらない状態なんですけれどもね、はい、ぜひとも皆さんの目のどんなステージになるか見ていただけたらなと思います。本日も最後までよろしくお願いしたいと思っております。ただね、もう先週もね、どん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 やっぱり寒くなってきまして、京都でもね雪が降ったというお話も聞いたりしたんですけれども、ちょっとなんかここ昨日今日ぐらいですか、ちょっとだけポカポカってちょっとだけですけれどもね、まだちょっと耐えられる寒さかなって感じるんですけど、皆さんどう思う？ね、大丈夫ですね。なんかね、ちょうど3日前ぐらいですかね、私あの手袋を何個もねあったんですけれども、なぜかこう冬というかシーズンを越すとね、なんか1個ずつ出てくるんですよ。あれ、1個この赤いあの猫ちゃんの手袋あったわと思ったら、あれもう1個なんか白い手袋だな、あれ2つとも固まれないなみたいなね、そういうことがよく起こるんですけれども、で今年はね、2つ揃ってる手袋さんがちょっと出てこなくて、あーなんか手袋いるかな、いやでもこのまま越せそうかなこの冬と思ってたら、ものすごい寒い寒波がやってきて、もうそれ以外は結構私もうフル装備で暖かくしてたんですけど、もう手だけがもう氷のように冷たくて、もうこれ絶対に手袋いるわと思ってて、まあまあそしたらね、ちょうどねあの黄色手袋さんがちょっとあるところからもう舞い降りてきてくれて、今日この冬はその黄色い手袋さんで越せそうだなと思った途端にこの寒波が収まるというあれ、今だったら手袋をしてていいよなとか思って、今日とかもねカバンに忍ばせてはいるんですけれども、全然せいでもあったかいわっていう季節になってきましたけど、まあでもね、2月とかもねまだまだ寒くなると思いますし、で風とかねインフルエンザがね払ってるっていうお話もね聞くので、皆さんもそこら辺もね体調管理も大変だと思いますが、今日はモミルのパウントン劇場でぜひ温まって帰ってください。よろしくお願いします。
ドキ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 。ステージメールをちょっと荒かれのコーナーをね、とてもちょっとドキドキとしすぎております。もみゆりだでございます。はい、1月ね、3週目か。もうね、1月は火曜日が5週ございますね。で、1週目がお休みの2週目、3週目で、今日3週目か。ちょっともう本当にちょっとドキ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 ですけれども、はいね、今日も2ステージ目のラストまで皆さんにはお付き合いいただきたいなと思っております。なんかもうドキ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 やわどうしようはい、ではでは続きまして、ワンステージ目聴いていただきたいなと思います。あ
がとうございます。2曲続けて、このちょっと寒くなってきた時期にぴったりのお風呂の曲というか、ちょっと声がありますね。ほわほわの歌、そして帰り道は星空、お風呂でのねエピソードを歌った曲を歌わせていただきました。ではではでは、早いものでワンステージ目残り1曲と、もうなってしまいました早っはい、2ステージ目がね、本日はアラカルトでということで、初めて歌わせていただくアーティストさん、そして曲が何曲かございます。皆さんどう思うだろうねはい、ぜひともちょっとお楽しみというか、ドキドキと、私だけドキドキしてるのか皆さんもね、お楽しみにね、楽しく見ていただけたら嬉しいなと思います。ではワンステージ目、ラストの曲聴いてください。Oh, oh, oh.